えー、こんにちは吉谷です、えー、今回はですね YTA、えー、興味持っていただいて、えー、決断していただきありがとうございます、はい、いただいたメールはですね今読んでるんですけど、えー、今現在は、えー、高速時間の短めな仕事をしながらネットビジネスを成功させるために働いています来年の今頃までにはまず、えー、月平均で20万ぐらいの収入を作れるようになり、えー、雇用されている今の仕事と ハイブリッドで行う、行なっていければなと思っています。そして3年以内にネットビジネスのみで生活できるようになります。人にビジネスを教えるということができるようになりたいと思っています。たくさんに、たくさんのことをアカデミーにやはり吸収していきたい所存です。よろしくお願いします。ということで、えー、決意表明ありがとうございます。はい、ここでですねあの、僕が感じたことをちょっとお伝えさせていただきたいんですけれども、あの 人にビジネスを教えるということができるようになりたいと思っていますということで、まあここのね、文面が僕はね、入りました。で、僕もこの YTA に関しては、あのー、 まあ今まで僕がいろいろ経験してきたことをこう伝えていきたいなと思ってるんですけどまあそれまあ、こ今年1年間ぐらいですねセミナーを主体としていろ、まあ、んなこう実際にリアルにあっていろんなことを伝えてきたんですけどこの人に教えるっていうのはめっちゃ楽しいんですね。でなぜならばあのやっぱありがとうって言われるんでちゃんとしたことを教えればですよちゃんとしたことを教えればありがとうってこう言っていただいてやっぱこの とにあえず楽しいですありがとうって言われて気分を悪くする人いないと思うんですよ。だから是非ですね、あの今回 YTA に入っていただいて、是非このノウハウとか学んでいただいて、今度、まあ、今、渡辺君と翔山さん、まあ、この、えー、2人はですね、実際お客さんでした、昔までは。お客さんだったんですね。商品を買う側のお客さんでした。だけど今は 彼ら2人っていうのは自分で自らあの自分の商品も売ってるしコンサルもやってるし自分でこう教えるってことをやってます、うん、で、あのー、ぜひですねこの YTA の、ま、先生になっていただきたいなと。うん で僕自身も YTA に関しては今後こう広めていこうかなと思ってますので今は本当にちょ,っとちょっとご案内しただけなんですけれども、まあ、広めていこうと思ってますので、まあ、そこで先生という形になればこの YTA の、えー、生徒っていうのを、まあ、1,000人1 100万人、まあ、どこまでいけるかわからないですけど、まあ、ずっとやってきますんで、まあ、最終的には1万人ぐらいにはしたいなと思ってますけど。 まあ、じゃあ1万人の生徒さんの前でこう話ができるってなれば、まあ、そのブランディングにもなるだろうしあのー、多分面白いと思うんですねやっててこの YTA はなんで僕あのアカデミーっていう名前にしたのかっていうと学校にしたのかっていうと、まあ、動画でも言ってたと思うんですけど、まあ、学校っていろんな先生がいるじゃないですかでその先生を先生をですね僕は うん。でなんかそうでに稼いでる人たちが先生ではなくてこのアカデミーで結果を出してでお客さんだった人が先生になるその学校の先生になる多分これが僕ね一番いいものなんじゃないかなってありのままじゃないですかお客さんだったけれども先生になったとこれが多分なんか最強なんじゃないかなっていう。 でこの2名今起用してる2名もお客さんでしたからあほんとね人生は変えられるんでうんあとはもう本当にやるだけです本当や頑張りましょうで僕ももうマジでここはあのー、がっつりやっていきますんであのー、多分今後もいろんな情報っていうのは来ると思うんですけどここで習ったことを本当にやっていただいて結果が出ないってことはまず考えられないのででサポート人 えー、僕も含めて、えー、渡辺くんこの渡辺君っていうのは僕の下で1年半弟子をやってましたで僕のマインドセットっていうのがもう1年半ですね植え付けられてますのでもうめっちゃ頑張ってくれます彼は彼は本当に素直ですげえ面白いやつなんですけど、うん、めっちゃ頑張ってくれるしでこの庄山さんっていう人もですねあのー、まあちょっと出会いがあれだったあのー、面白いというか 以前ですねその YouTube の、えー、塾を売ってたことがあるんですねでで youtube の塾を売ってたんですけどバイトの子にそれをや,やらせてたんですよ。で,でセミナーでこの、まあ、販売してたんですけれども全然売れなくて「大丈夫?」みたいな「じゃあ僕が見本見せるから僕が見本見せるから見とけ」みたいな感じで1回やってで30回ぐらいそのセミナーっていうのはやってたんですけど 1>, 1回だけ僕が見本でセミナーをした時があってそのセミナーを僕がした時にその翔山さんがたまたま参加してくれてて僕がまあセミナーやって、まあ、セールスしてその時はですね3人来ていただいたんですけど僕がバーってセールスして、まあ、3人来て3人全員入っていただいたんですねでその1人です翔山さん <laughs> で、えー、そのセミナーを受けてでそ,そのセミナーで えー、その YouTube の塾に入るって決めてでそこから1年ぐらいバッて本気でやって今はですね本当にね自分でもうコンサルとかもやってますからあと企業さんへのコンサルもやってます企業さんへの、うんはい、だから本当にあの本当に短期間でとは言わないですけれどもちゃんとやれば人生は絶対変えられるので、まあ、ちょっと動画でも言ってたと思うんですけどあのサラリーマンとしてこう 結局僕たちお金を稼ぐ時っていうのは、うん、社会人になってじゃあ大学出ました22で大学出ましたじゃあそこから60ぐらいまで働かないといけないわけじゃないですかで40年ぐらいあります40年50年ずっと働きますじゃあそこのサラリーマンとして40年50年頑張るのかっていう人生もありますだけどネットビジネス本当に12年でもいいんですよ その40年50年働く中の12年とかそれぐらいの期間を本当に一生懸命やれば人生は絶対に変わるんで彼らは変えてきました彼らは変えたんです今度教えてくれる先生2人まあ僕はもう10年やってるんであれなんですけど彼らは数年で人生を変えてますこれは何で変えられたかっていうと彼らが本気でお客さんで全く初心者の状態から始めたけど真剣にそれは取り組んだからなんですねうん。 だからそこはですね、あの今回そのコミットメントしていただいているので、ぜひそれを叶えてほしいかなと思います。僕も全力であのサポートっていうのは、僕ができることはやっぱサポートしかできないんですね。僕ができることはサポート。で、やるかやらないかを決めるのは僕ではないので、まあサポートはできますけど、あの本当にこの今日、このメールを書いた時の気持ちを忘れずに、 この気持持ちをずっと持っととてて欲しいなと思いしな思ます。で,なんでこういう文章を書いてくださいっていうことをこうお願いしたのかっていうとこの気持ちを忘れてほしくないんですよこの気持ちをでこの気持ちこの送ったメールっていうのは保存しといてほしいです保存しといてください是非自分が送信したメールっていうのは保存しといてください保存でもしなんかその自分が心がブレ人間なんで絶対ブレるんですよ いろんな影響を受けます多分今後もいろんないろんな情報が来てブレるかもしれませんでブレるそうになった時に自分が送ったメールです自分が送ったメールを見返してみてください自分はこうやって決断したと。うん だかからここで頑張るってていいいうことを決めて欲しいかなと思います少なくても僕はもうありとあらゆるそのノウハウっていうのは知ってます10年やってきてるのででノウハウを知らなかったとしても人脈もあるのでその稼いでる人たちをこう持ってくることもできますので、うん、何でもできます、うん、ただそれを実際にやるのは僕ではないので、うん、この一番大切なことはこのコミットメントなんですね自分に対してコミットメントすると。 今回ですね、コミットメントしていただいたので、ぜひこれを保存しといてください。もしくは紙に印刷してください。紙に印刷。で紙に印刷して、見えるとこに貼っとくと。お願いします。はい。人間っていうのは絶対ブレるんで、絶対ブレます。うん。じゃあこれ3年後、その気持ちを維持でき,るできてたら、1年後この気持ちを維持できてたら、絶対変わってます。はい。それはお約束します。ね とということで、まあ、ちょっと熱く長くなっちゃったんですけど今回はですね YTA の方ありがとうございました頑張っていきましょうはいであとはですね詳しい詳細はメールの方でこうご案内し,しますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、頑張っていきましょう